5階レストラン2階ちゃんぽんミュージアム4会場は、長崎県長崎市に店舗を置く、中華料理店及び同士に本社を起動店を経営する企業である、ちゃんぽん及び皿うどん発祥の店として知られる。1899年、当時の新国福建省から来日した、陳平順が、長崎市工場場にて、現在の名で、中華料理店県旅館として創業した。 天命である四回廊は世界、天下を表す、司会より世界中が平和であってほしいという願いから命名されたとされる。ちゃんぽんは、陳が身元引き受けをしていた清からの留学生らの食生活の悪さを見かねて、安く、ボリュームと栄養のある食事を取らせようと考案した、もので、ほどなく、長崎市内の他の中華料理店にも広がっていった。また、 チャンポンのバリエーションであるサラうどんも同様にして広まった。明治時代後期から大正時代にかけてはカフェも経営しており、市民からは上海クラブと呼ばれ、港に入港した外国船の船員や医学生、長崎造船所の技師らが訪れ大いに繁盛した。1917年より長崎に今日構えた斉藤も吉は1918年の 東京相撲長崎巡業の際に、当時所の口であったではが額に4回廊のちゃんぽんを出前で頼んで食べさせ、その翌年には、芥川龍之介、菊池博氏らと共に来店するなど、遠来の客人をもてなす際によく利用した。戦争の激化に伴い1944年に一時閉店を余儀なくされたものの、 1951年9月23日に閉店前と同じ籠町で営業を再開した。1973年11月14日に規模を拡大する目的で松が枝町の現在地に移転した。1999年1月より店舗改築に入り、翌2000年7月4日に現店舗が開店した。 2000年にオープンした店舗には2階に、ちゃんぽんミュージアムが設けられており、ちゃんぽんに関する資料が展示されている。郵便番号850-0921長崎県、長崎市松が枝町4番5号。ありがとうございます。